戦闘終了。先に進もう。翡翠の塔まで来たけど、参道にいなかったってことは、あの子たち中に入っちゃったのかな。その可能性が高そうだね。中に入ろう。急ぐ必要がありそうだ。うん、そうね。怖がるなよ。まだ最初の回じゃないか。やっぱり入ってたか。エステル？ルーク！パート！聞こえるなら返事しなさい！あんやろども、私を無視するつもり？いや、ひょっとしたら。2階とにかく奥に進んでみよう。娘め、あっち行けよお前ら。うわー、来ないでよバカー。うりゃー、エステル姉ちゃん、あんたたち危ないから下がってなさい。ヨシュア兄ちゃんだ。エステル、何単独突入してんのさ。お説教は後でね。さあ、一気に片付けるわよ。楽勝。楽勝じゃないだろう。ろくに状況確認もしないでいきなり突入するなんて。まあまあ、うまくいったからいいじゃん。終わったの？すっげー。エステル結構強いんだな。女のくせにやるじゃんか。このおばか。何すんだよ。まったく、あんたはもう乗り気じゃない。パッドまでこんなところに連れてきたりして。
来なさい。言ったった。いや、暴力女バカエステル。おまけに命の恩人に対してその口の利きよう。きついお仕置きが必要みたいね。いたたたたたたた。ヘステル姉ちゃん、許して。僕が悪かったです。あのお姉ちゃん、そのくらいで許してあげてよ。いいのよ、この悪ガキにはこれくらいした方が身のため。エッセル、後ろ。やば。ちっ。よかった、来てくれたんだ。まだまだ甘いな、エステル。見えざる脅威に備えるため、常に感覚を研ぎ澄ませておく。それがブレイサーの心得だぞ。父さん、どうしてここに？何？アイナから話を聞いてな。すぐに塔に向かった行動力ととっさの判断は評価できるが、爪が甘かったようだな。面目ないです。助かったよ、父さん。ごめん、僕がついていながら。ま、守ることに関してはお前もまだまだということだ。精進すればそれでいい。うん。それでは帰るとしよう。おーし、坊主ども、歩けるな。はい。かっこいい。カシウスおじさん、エステルの何倍もかっこいいよ。当たり前だ。それじゃあ町に戻るぞ。えい。助けてくれたのは感謝するけど、なんで父さんがいいところを全部持ってっちゃうのよ。納得いかない。それは仕方ないよ。なんといってもカシウス・ブライトだからね。大変だったみたいね。まったく父さんたら、町に到着するなり報告は任せたとか言ってとっとと家に帰っちゃうし、ほんといい性格してるよね。まあいいじゃない、あの子たちも無事だったんだし。とりあえず報告は以上です。初任務お疲れ様でした。報告を聞いた感じだとあなたたちも頑張ったみたいね。胸を張ってもいいと思うわよ。そうかな。大丈夫、次はもっとうまくやれるわ。また何かあったらよろしくね。うん。それじゃあエステル、帰ろうか。そうね、帰って夕飯の支度をしなくちゃ。あ、ちょっと待って、カシウスさんに手紙が届いてたの。さっき渡しそびれてしまったから届けてもらえないかしら。仕事関連の連絡かな。そうだと思うわ、外国の支部からみたいだけど。外国の支部ですか？遊撃士協会があるのはリベールだけじゃないからね。カシウスさんは顔が広いから、そういう手紙は時々届くのよ。それではよろしくお願いね。今日は就任早々本当にお疲れ様。カシウスさん宛ての手紙は大切なもの。Thank you.
ヨシア、ん？私、遊撃士に向いてるかな？まあ、父さん譲りの武術の腕もそれなりのレベルだと思うし、困っている人がいたら放っておけないおせっかいな性格にも合ってると思うけど。そっか。ひょっとして塔での出来事を気にしてる？うん、あの時私の不注意でルックまで巻き込むとこだった。父さんが来てくれなかったら大怪我を負わせてたかもしれない。これから先こんな調子でやっていけるのかなって。何らしくないこと言ってるかな。え、今日の失敗は明日取り戻せばそれでいいじゃないか。明日より先のことを考えて尻込みするなんてずっと憧れていた仕事だろ。この程度でへこたれてどうするのさ。ヨシア、うん、そうだよね。こんなの私らしくないよね。そうそう、エステルに深刻な顔は似合わないから、能天気に笑ってる方が自然だよ。ってどういう意味よ。まったく一言多いんだから。それは認める。まあいいや、ありがとう、元気づけてくれて。それじゃ早く家に帰りましょう。なんか急にお腹が減ってきちゃった。やっぱり能天気だ。もう夕方だよ、父さんも待ってるだろうし。ご苦労だった。報告内容は各支部で検討されて報酬や昇給などに影響してくる。これからも忘れずにな。分かってますって。そうだ父さん、リベール通信買っといたから。それとギルドからの預かり。うん、手紙か。それじゃ私は夕飯の支度があるから。そうだ、今日はありがとね。危ないところを助けてくれて。ほう、いつになく首相だな。ようやく父の偉大さを理解してくれたようで嬉しいぞ。さあ遠慮するな、ドーンと胸に飛び込んでくるがいい。調子に乗んないの。まったく、うちの男どもは減らず口ばかり達者なんだから。思っていたよりも落ち込んでいないようだが、ヨシュア、お前のおかげか。大したことはしてないよ、ちょっと葉っぱをかけただけさ。もともと強い子だからね。ふん、まだまださ。遊撃士稼業をしていれば迷ったりすることはいくらでもある。
それを乗り越えてこそ一人前だ。相変わらず娘思いだね。あっちゃー、もう一回やり直しだよ。いきなり挑戦するのはさすがに無理があったかも。みんな、料理は気合い、何度でも挑戦あるのみよ。まったく落ち着きのないやつだ。少し手伝ってくるよ。あの調子じゃいつ食事にありつけるかわからなそうだし。さてと。帝国方面からの連絡か。なんだと？ほう、驚いたな。どうよ、エステル特製ふわふわ卵のチキンオムライス。心して味わいなさいよね。うん、美味しくできてるよ、これ。やるじゃない、エステル。ふふん、これが真の実力よ。いやー、いろいろあったけど、今日はすごくいい一日だったな。遊撃士の資格ももらったし、初めての任務も経験したし、オムライスも成功したしね。初めて作った割には食えるな。覚悟していたのに拍子抜けだ。失礼ね。素直に美味しいって言ってよ。いや、こんな上出来なものが出発前に食えるとは思わなかった。やるじゃないか、エステル。出発前？父さん、ひょっとして。急な仕事が入ってな。しばらく家を留守にするぞ。ちょっと待ってよ。それっていつからなの？明日からだ。あんですって！いくらなんでも急すぎるわよ。さっきの手紙だね。何か事件でも起こったの？何？単なる調査だ。いろいろな場所を回るから1ヶ月くらいはかかるだろう。そういうわけで留守を頼んだぞ。何がそういうわけでよ！まったくもう、いつもいつも勝手なんだから。仕方ないよ、エステル。頼まれたらそれに応えるのが。それは分かってるけど、ロレント支部の仕事はどうすんの？依頼とか受けてるんじゃない？5、6件ほどな。そこで考えたんだが、お前たち俺の代わりにいくつか依頼を受けてみないか。え？それって父さんがやるはずだった仕事のこと？新米のお前たちでもやれそうな仕事を回してやろう。難しそうなのはシェラザードに頼むことにする。どうだ？やるやる、やるに決まってるじゃない。ね、ヨシアもいいよね。そうだね、いい経験になりそうだ。決まりだな。明日出発前にギルドに話を通しておこう。がぜんやる気が出てきちゃった。父さんの名前を落とさないためにも気合を入れて取り組まないとね。おー、エステル、泣かせてくれるじゃないか。天国の母さん、見てるかい？俺たちの娘はこんないい子に育ってくれたぞ。だって父さんもういい歳だから、ここで信用なくしたら後がないし。協力してあげるのが娘の義務よね。俺はまだ45だ。バリバリの現役だっての。ああ、親子漫才もほどほどに。ところで父さん、明日はどっちの飛行船に乗るの？オート行き？それとも防水行き？オート行きだ。朝の10時に出発だな。だったら明日はちょっと早起きしなくちゃね。目覚まし時計セットしとこっと。
父さん。ヨシュアか。あんまり飲みすぎるとまたエステルに叱られるよ。旅立ち前のケーキ漬けさ。どうだ、お前も付き合わんか。遠慮しとく。っていうか、未成年に酒を勧めないでよ。シェラさんじゃないんだから。あれは俺以上の上場みだからな。かなりの事件みたいだね。まだ確証はないが、帝国の方で動きがあるらしい。エレボニア帝国で。気な臭いね、それは。目立った動きではないが、それがかえって気に。まずは帝国大使館に探りを入れてみるつもりだ。わかった。エステルのことは任せてよ。あまり甘やかすんじゃないぞ。遊撃士になったからには自分の面倒くらい見られないとな。エステルなら大丈夫だよ。天性の勘を持っているし、荒削りだけど武術も天才的だ。きっと一流の遊撃士になれる。今は世間知らずのひよっこさ。いずれ自らの意志で進むべき道を選ばなくては。よしは、それはお前にも言えることだ。もう5年になるか。正直、本当にあっという間だった。あの時の言葉、まだ撤回するつもりはないか。僕にとって最後の一戦だから。それすら守れなかったら僕は自分が許せなくなるから。だからごめんなさい。謝る必要はない。だがな、これだけは覚えておけ。お前がどんな道を選ぼうと、この5年間を消すことはできん。俺もエステルもお前の家族だ。どんなことがあろうともな。ありがとう、父さん。さて、そろそろ時間だ。エステル、あまり無茶をしてヨシュアの手を焼かせるんじゃないぞ。もう耳たこだってば。父さんも無理しちゃダメよ。もう若くないんだからね。ふん、まだまだ若いもんには負けられんさ。シェラザード、お前にも急な仕事を押し付けてすまんな。いえ、気にしないでください。先生の代わりが務まるか自分ではちょっと心配ですけど。謙遜するな、銀線の。ついでに悪いが、何かあったら二人を頼むぞ。それは任せてください。決して甘やかさずに厳しく見守ればいいんですね。さすが分かってるじゃないか。何よそれ。この辺りが指定だね。ポート方面行き、定期飛行船リンデ号、まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。おっと、いかんいかん。父さん、行ってらっしゃい。こっちのことは心配いらないから。どこに行くか知らないけど、お土産期待してるからね。ちょっと洒落た小物とか。こらこら、遊びに行くんじゃないぞ。ま、財布に余裕があったら考えてやらんこともないがな。それでは、二人とも元気でな。
行っちゃったね。うん。寂しそうな顔しなさんな。どうせすぐに戻ってくるわよ。何の調査かは知らないけど、先生だったらあっという間だわ。寂しくなんかないってば。父さんが留守にするなんていつものことだもん。はいはい、そういうことにしといてあげる。それじゃあ、私は先生から引き継いだ仕事を片付けるけど、困ったことがあったら遠慮なく頼ってきなさいよ。うん。でも最初のうちは自分たちの力で頑張ってみるよ。どこまでやれるか試してみたいし。生言っちゃって。ま、ヨシュアがついていればそれほど心配することもないか。二人とも、うん、頑張ります。さてと、どうする？早速ギルドに行こうか。うん、どんな仕事をするのかアイナさんに聞いて確かめなきゃ。それじゃ、レッツゴー。カシウスさん、もう出発したの？うん、さっきね。それで早速父さんがやるはずだった仕事を紹介してもらおうと思って。わかったわ。あなたたちにお願いする仕事は全部で3つあるんだけど、まず最初は西にある農園に行ってほしいの。西の農園ってティオの家に？ティオ？聞いたことがあるような。僕たちと同級だったティオ・パーゼルのことです。パーゼル農園の娘なんですよ。ああ、そうだったの。ええ、そのパーゼル農園で魔獣大使をしてもらいたいのよ。え、魔獣が出たの？幸い怪我人は出てないけど、畑が荒らされて困ってるらしいわ。それでギルドに要請があったのよ。そんなことがあったんだ。うん、わかった。すぐにでも向かってみるわ。ではこれを渡しておくわね。あなたたちがギルドから派遣されたという証明書よ。農園のご主人に渡してちょうだい。ティオのお父さんたちなら知ってるから必要ないと思うけど、まあ一応受け取っておくわね。Thank you.